はい。ということであの、今回は広島県の府中市にある府中市立第一中学校で、えー、男子中学生が飛び降り自殺したことについてお話ししていきたいかなと思います。あのですね、あの最初に昨日かな、ブログで書いたんですけど、まあ、なんでブログで書いたかっていうと、まあ、基本的にあ,のあんまりブログで書くことをしてなかったんですけど、なんその 数ブログで書いてる記事等があって、まあ、その理由としてはこういった自殺関係飛び降り自殺とかあとそういったいじめとかそういった関連ももともとは YouTube ので上げたんですけどただあのここ最近 YouTube 側で自殺関連とかいじめ関連とかそういったのがあの削除対象になってしまっていて、まあ、取り上げても削除されてしまうとかそういったこと結構多かったんで あのブログの方にそういう方面はあのアップしているんですけどただあの、まあ、ちょっと、まあ、この,あの事故事件に関しては動画として出したいなと思ったので動画として出させていただきますもしかしたらあの数日したら消えてしまう動画なのかもしれないんですけどあの、まあ、すごく伝えたいことがありまして、まあ、基本的に あのまあ、すごくこの問題に関して思うことがあの、まあ、起きたのが2022年の8月30日の午前7時10分に校舎で倒れていたのが男子生徒ですね朝練に来ていた人が発見して で、病院に搬送されたけど、まあ、亡くなったという形なんですけど、で、えーまあ、2学期かなが始まってから、まあ、数日、23日に2学期始まって29日まで毎日通学してた。だけど、まあ、30日の朝、まあ、亡くなったと。まあ、飛び降りたということで、まあ、ポイントになるのが、 まあ、制服姿、まあ、学校でまあ飛び降りたという点と、あと、2022年6月の時点で、いじめに関するアンケートっていうのが学校側で行われていたということで、えー、まあ、いじめに遭っていたっていう示す記述がなかったということに関してもちょっと言いたいことがあって、まあ、基本的にいじめられていたりとか、なんか、あのー、嫌なことがあったりとか、 まあそういったマイナス方面のことって、そういったアンケートに書きにくいですよね。私はいじめられてますっていうのを書いたりとか、まあ、そういったサインを出してくれる生徒の方がまだ、あのまあ、ちょっと救いようがあるというか、まあ、助けられる、そういったアクションがあるとね。まあ、ただ、まあ、大半の人は書けない人も結構多いですよね。でまあそういった ことも考えて、やはり、取り組んでいかないと。まあ、おそらく、あの、ここまで至るのに3位って絶対出してると思うんですね。あの、まあ、見てたら、まあ、すごく元気な上がったりとか、うん、なんか、やられてたりとか、まあ、見えないところでやってたりとかすると思うんですけど、まあ、今の時代、先生とかも、 あのちょっと頭おかしい人が多いんであの、見てなかったりとか、むしろ加担してたりとか、そういったことも多かったりするので、まあ、そういった、あのー、生徒たちの逃げ場っていうのってないよなっていうのはすごく思いますね。なんかいじめに関する LINE とかそういったのもあったりするんですけど、そういったのも意外とすごく人数多いから対応できなかったりとかで見逃されたりとか、そういったことも多いみたいで、 だからなんか本当にそういった助けられない、まあ、世の中になったなあっていうのはすごいありますね、まあ、いじめの種類もすごく多くなってきたりとかあの表面昔は表面上だけで済んでたものが今 SNS 発達して、まあ、そっちのいじめになったりとか、えっと、中学卒業してもそういった SNS つながりで。 つながってたら、まあ、まあそれ引きずったりとかバレたりとかそういったこともあったりするんでなんか本当に逃げ場とかないしそのサインとかも見ない人も多いしむしろそういうのに助けたら自分もいじめの対象になるとかそういったなったりとかそういったので。 助けたくても助けられなかったとか、まあ、そういったこともあったりするので本当になんか嫌な世の中になったなっていうのはすごく思いますね、まあ、この事件だけに限らず、まあ、すごくやっぱり学生さんのこういった自殺関連のかとかそういったのってめちゃくちゃ、あのー、今まで取り上げてきていて、まあ、多いなーっていうのをすごい思いますね、まあ、特に、あのー 学校内で、まあ、今回飛び降りたということで、まあ、すごくそれがなんかめちゃくちゃ伝えたかったことがあったんだろうなっていうのがすごく伝わりますよね。あの電車で飛び降りとか踏切で飛び込みとか、まあ、そういったのもあったりするんですけど特に学校内で制服着た状態でっていうので、まあ、本当に 何かそこで伝えたい思いがあったんだろうなっていうのはすごく感じますね。だから、あの、まだ学校内とかで、まあ、広がってなくて、まあ、ただこういうこと知ってるよっていう方いらっしゃったら、あの、書き込んだりとか、まあ、DM でもいいので Twitter の教えていただけると、まあ、すごくありがたいですね。そういった内容とかを別に公表っていうか、あの、匿名でそういったのを 流していったりとかしようかなと思ってるんで、それである程度何らかの抑止力今後のなればいいかなと思ってそういったことしているので、もしよろしかったらあの連絡してきてください。それでは。